これダニだよ。ダニやって、なんでわかんの？いや、これはダニだよ。これすごくあって。え、なんで？畳でさ、布団を敷いて寝てるやん。畳が。風邪ひいとったことがあったから、めっちゃ汗で一生懸命かいて、もうチメチメの時だった、夏で。あそこか。そしたらさ、もう毎日朝起きたらどっか噛まれてんの。でも、なんてかこっちの足のこっち側だけなの。それダニあれだよ。めっちゃ増えるね。だからさ、畳全部かぶして薬巻いてもらって、で皮膚科行って抗生剤みたいなのも飲んで、それでもうから一回も噛まれてないの。近況報告。帰ろうとしているのに引き止めました。見ろこの格好。この間あの帰りにさ、この格好でさ、近所のゆで太郎入ったんだよ。この中にさ、インスタントラーメン2個だけ入れてこうやってそれ忘れてきちゃった。恥ずかしい。次の日、いやちょっと恥ずかしいな、鶏肉そいちゃったなって。通販ほらこれ持ってくじゃん、スティックちょうど入るんだよこれ。どうしようかなと思って、一昨日すいません、3、4日前に何色何色とかって言われて黒で中身はとかってさ、言われた。ラーメン2つ。ラーメン2つ注文したみたいになっちゃうじゃんね。そういう話じゃない。で、近況報告。今日は何日ですか？10月1日になっちゃった。もう10月になりましたね。あ、そう。早いね。2日前にね、この間の近況報告で宣伝した、あいのちゃんのワンマンライブやったんですよ。いやー、素晴らしかった。これツイキャスで見てた。もうさ、オーナー熱くなりすぎてツイキャスにコメントしまくっててさ、ただのファンみたいになってたけどさ。だから多分、アイノもスルーしてたじゃん、俺が書いてた。そうさすがだなと思ったね。そう、書くないわ、アイノ。拾いづらいコメント書いてあげたらかわいそうじゃん。アーカイブ2週間残ってます。配信でも十分にこう、なんていうの、伝わるものがいっぱいありますよね。まあでも、ああいうがっつりライブやるってのも。うん、ほぼ初めてみたいな。それを感じさせないぐらいにめちゃくちゃご本人も努力をしていたし、やっぱね、肝が座ってるっていうかね、根性があるね、強いね。あと歌詞がいい、すごく歌詞いいね。びっくりした。歌詞すげえいいじゃん。染みる、刺さるものがいっぱいあった。伝わんだよな。うまい下手とかそういうさこと言っちゃうとさ、やっぱいっぱい歌うまい人もギターうまい人もそういうところではなく、その、もしね、アカビューでも、言う人がいたら、純粋に伝わると思うんだよ。伝わるものがある。そんでさ、すごいのはさ、あいのちゃんがコツコツ Twitter やら TikTok やら YouTube でご自身で上げてるでしょ？それを Twitter で見て、今回来てくれてる人もいるんですよ。この SNS で見て、ね、実際に来場するって、めちゃくちゃハードル高いことだよ。それはすごいね。すごいよ。可能性を感じまくった。そうね、客席をいっぱいにしてさ。そうだよ、すげえ。1曲目始まった瞬間に親御さんとかね、あとランチのあやさんが、あの辺がみんなわーって顔を吹き出していやでもその気持ちはわかる、俺も見ながら結構うるうるしたもん。泣いちゃうよね。そういう場面がポッポッポッとあるんだよね、そう。でさ、ちゃんと曲によって声色を変えるじゃん。そう、変えるね。表現を変えるから、うわ、すごいやつだな、この人って思っちゃった。ちゃんと詞を書いてるんだなっていうかさ。うん。で、リハを見た時点でさ、あ、これはいけると思って、次のオファーも私は出しちゃいました。全然いい。11月28日もうちで、ブッキングライブに出てもらいます。あ、いいですね。はい。これだよ、みんなって思うよね。だから、上手にやろう、うまく歌おうとかっていうんじゃなくてさ、やっぱ届けるとか。そう忘れてたものを思い出す感じですよね。あ、もうまさにそれですね。どんなアーティストさんに見てもらいたいっていうんじゃなくて、どう感じるのかなっていう感じてもらいたいなっていうのかな。なんかそれとちょっと違うかもしれないけどさ、今日 SNS とか出したんですけど、年末の紅白歌合戦の、ね、10月9日から募集エントリー受付開始するんですけど、紅白とかもさ、普段 OL サラリーマンして働いてる人が
バーンって1年に1回衣装も作ってさ、披露するってあれすごい感動するじゃないですか、うん、あの1曲でね、アイヌちゃんがワンマンに向けてきた意気込みみたいなパッションみたいなものを紅白歌合戦をそれが何十人もがポンポンってやってくれる、 うちはそういうのがいっぱい見れるじゃないですか、ポリ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 いや、ほんとほんとね、そういうのを見るとなんかやっぱグッときますよね、なんか感動するんだよね、感動する、紅白結構私ずっと泣いてるよ、いや、なんか感動するよね、感動する、なんでか、そうなんだよね、今年も12月28と29で木金、いや、29、うん、木金ですけど、あ、ドラムおじさんやりますか、あ、毎年恒例だもん、うんうん、じゃあ今年も1曲3000円でドラムおじさんが、去年はね何曲、そんな生々しい話していいの？いいんだよ。去年2万7千円だったから。あ、すごい！大山くんがね、5千円くれるんだよ。3千円だっての。今年もお世話になりましたの気持ちが、じゃあプラス2千円ってことですね。たった2千円だから。じゃあ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ちょっとね、写真展。様子を見ようと思って、あの、プリントしたいくつかを持ってきたんだけどな。いいですね。まあ、オーナーで言うとこれかな。ここはこれな。これね。これはね、私と息子たち。二人で、スカイツリー。スカイツリーな。スカイツリーを眺めてる二人の後ろ姿。いいよね。はい。自分じゃ見れないもんね、こういうの。そうなんですよ。いいでしょ、自分で見ても。どう？いや、これだなって感じ。なんだそれ。見てこれ。なんかさ、絵みたいだよね。これ。はい、だよ、これ、うん、カモメカモですよ、これ、これ、急流滑りです、わかりますか、違いますね、見方は違いますね、こうですね、こうですね、全然わかんない、急流滑りがギューンきてバシャーンってなってる瞬間です、何滑り、急流滑り、急流滑りわかる、何それ、え、あ、え、乗ったことないですか、あ、バシャン、水、遊園地にある急流滑り、そうだよ。何急流滑り？急流滑りじゃないの？急な流れの滑り。急流滑り。それどこの方言？宝塚ファミリーランド。嘘でしょ？急流滑りは初めて聞いたよ。おかん、急流滑りは通じません。急流滑りっていう名前はついてないでしょ？それ。ついてるよ、急流滑りっていう。あ、ついてるの？うん。関西ではそういうんだ。いや、東京はね、ウォーターシュートとか、ウォータースライダー。これかっこいいでしょ？これ、何だと思いますか？壁なんだ。人んちの壁ね。こんな壁してる人いるの？いたんだよ。これなんか本当絵みたいだもんね。これ絵みたいだね。これは4人誰なんですか？いや、知らない。全然知らない。あ、知らない人？知らないよ。バンドの人たちじゃないの？違うよ。こんな4人並んで歩いてるの？そうなのよ。だからさ、バーって橋を渡ってたら、うわっ、これいい絵やなーと思って、パッてすぐ撮るんですよ。こう日常の中に、絵を見つけるっていうのが、これとか帰り道、これ淡路町の、あのもう終電間近にギリギリ走ってるけど、こんな状態なかなか見ないんですよ。これもさ、ガードマンのね。どういう状態なのか、そうでしょ、っていう考えさせる写真とかさ、絶好調。あ、なるほどね。あ、そういうことなの。あ、これはガードマンがもう脱ぎ去ったやつか。そうなの、警棒とさ、こんなのすごくない、これ。なるほどね。こんなのなかなか見ないでしょ。脱いで警棒置いて。そう、もう地べたに置かれてたの。もうおしっこかうんこをしたかったんだよな。さっさってか。なんで腕脱ぐ必要ないもんな、こいつは。こういうのが50点ぐらい並ぶという。はい。50点ぐらいで、これが1700円らしいですか、700円で、こんなコーナー1000円です、ちょっと勝手に決めないでください。12月オーナーの誕生日ウィークっていうのがさ、うん、これが撮るか、今から俺が撮った写真をカメラ貸せ、違うと思うな、みんなが持ってるオーナー写真ペタペタ貼るっていうの、雑誌の切り抜きとかさ、うん、写真とかをさ、どんどんそのウィーク飾っていきましょうよ。だから、私と一緒に撮ってるとか、俺の写真をここに貼る。コンビニとかでね、スマホのやつ、そうね、ヨドバシカメラでも、何でも、
お返しすることはちょっとできないかもしれないですけど。気に入ったら持って帰っちゃう。うん。もう俺が持って帰っちゃう。あ、いいですね、それ。じゃあ12月前半は、みんなが持ってるオーナー写真展。いいですね。うん。もう今からでもいいじゃん。画面に来ても。ね。預けとくってことね。そうそうそう。12月の展示に使ってくださいって店員に預けてくれたら募集します。11月1日にモジョクラブのワンマンここでありますから、うんうんうん、その時とかにね、その時に来る方々は庄司丸さんの写真山ほど持ってんじゃないですか。いや、大体さんのしかないと思います。あモジョクラブのファンは俺の写真は1枚も持ってない。あ、そうだ、そんなこと言ってますよ。どうですか、展示ができるってやっぱすごいね。よかったね。でも俺はちゃんとこう見越してあそこを壁にした。いやいやいや、先週だよ。あそこ開けたーい。ランチは今週から2週間、これ美味しかった。ガイパッキン、そう、これうまかったね。ガイパッキンって言って鶏の生姜炒めです。麹に使った鶏を生姜でやっと炒めてあるんで。明日からね。はい、2週間続きます。ウーバーイーツもやってますから、ぜひ。